こんばんは。足がもう激痛ですよ。やばい。どうしよう。今あれを足の指にあれをつけています。なんか足の指を広げるさ、なんかわかる、足の指を広げる100均とかで売ってるようなやつつけてる。これめっちゃ気持ちよくない？足裏痛いよ。なんかなんでなんかな。あ、配信で見てた、ありがとう。生きてさえれば。今日は千穂さんの生誕祭とあかりんさんの生誕祭、ありがとうございました。花は誰のもの公演、ありがとうございました。もみに返信しました。いつ届くか、お、嬉しい。催促してきます催促してきますとか言って、嬉しい、ありがとう。あかりちゃんさん、福山のとこハート、三笠先生口、アルタイルハート、深山とかハート、三笠先生ハート、池平と、あ、今日も可愛い、嬉しい、汗ぷもち口、つーさん口、クリボッツ口、かーくん口、吉田さらさん口。お、髪型好み、そう、今日はまとめ髪をしました。ケイタ手紙、水分補給したよ。クリくんの時もそう、熱いセーターさせて、天使の口、あ、月か、ありがとう、こちらこそ。ひさまる口、クリボー口、ワンタン手紙、ラスカルハート、家族お疲れ、たくまバシャバシハート、浦島ハート、マサオ花、ひねひかりハート、ラスカルハート、ホトヨさん、あいマサオハート、お、チョウさんで最善でした、リスドーム、お、こちらこそありがとう。どちらも近くでクルクルクル見て、お、よかった、お疲れ様でした、あい、マサオハート、テイカーハート、ワンタン口、マサオハート、ワンタン口、くしゃいませ、聞き越してありがとう。嫌なけど帰っとくね、おしりしハート、宮杉先生のハート、あつしだるま、吉田沙羅さん手紙、おかっぴ、あい、あつしだるま、時もちろん、あい。そう、ミーヒンさんパーティー2回目でしたね。あ、10連得点2種類、あ、クルク出た、すごい、時もちろん手紙、あつし手紙、ユーハート、ワンタンハート、おち機会ありがとう、またこちらこそ、今日の会話好き、お、嬉しい。トイケモン実家口、ジャムヨスケハート、山さんかわいい、山さん結婚してありがとう、嫌なわけないとかね、蹴る手紙、ジャムヨスケ口、ジャムヨスケ山さん手紙、おさくもちハート、ありがとう、チキカイかくん手紙、二回公演ありがとうございました、初めて公演でお目にかかりました、お、どうでしたか、好きになった、名古屋に帰る新幹線の子、あ、お疲れ様、足つけない、ジャムヨスケ誰も、山さんハート、かくんハート、ミヒさんポジ緊張するね、まだ慣れてなくて緊張する、チョノさん花、カムカムかわいい、 H パパハート、アツシハート、もうすぐ夜明けだ、ブルースカイグーゴンジーハート、ホセヨさんハート、飲み物、青唇、 H パパグー、そうなんですよ。今日の髪型は普通に巻こうか迷ったんですよ。ただ迷って、お兄ちゃん口、マー君ハト、ナオハト、アズミンに迷ってね、どっちがいいと思うって聞いたら、恋してカップ、はい。私がまとめ髪してるから、くるくるまとめ髪してよって言われて、仕方ないなぁと思ってしたら、なんか、結構いて、気まずい、オソロどころじゃないよねって話ね、オソロじゃなくてもういっぱいいた、たくまバシャバシ飲み物、緊張しててもきっちりパフォーマンスするから、そんなことないです、そんなことないですよ、本当に。そう、今日で50回目でした、しかもマックス口、お名前さん、ラブ、くるくるの見せ場の2人、いい、ずっと思っていて、ずっと思っていたイメージ、あ、違う違う、ずっと思っていたイメージ、きっと内向的な性格、これいいね、触れてしまったら
あそこのあたりはダンスの先生にも褒められた。くるちゃんそこ良かったねって言われました。え、違うよ。そう、アルタイルハート、今日とても可愛い、ありがとう。おのまさんハート、ステラハート、からあげくんハート、お、ポニテラも好き、おかっぴくち2回おめでとう、あ、お疲れ様、50回目もおめでとう、ありがとう、嬉しい、わたふらよくて愛、おしずしブラボ、ステラハート、50回なんよね。とんちゃんお疲れ、今日も素敵でした、ありがとう、楽しかったですよ。本当にもうマジでめっちゃびっくりするぐらい、リンクハート、ちびとくち、つの前ありがとう。なんかもう本当にどちらの公演もなんかもう激アツっていう感じで、つの前お疲れ、朝倉ハート、ステラハート、もうなんか熱い男たちの集まりだみたいな感じで、すごくなんかすごいと思った。拍手止まらないんじゃないかみたいなあ、くるるるるる、やっほー、くるるるるるだよ、かしこ口、やまぴ、あい、目が綺麗、嬉しい、とるたろう、あい、こみたんハート、熱量すごかった、あつ森だってよ、こみたんハート、とるたろう、手紙、誰も、俺も早くバカでかい声でタイガーファイ、タイガーファイヤーサイダー、順番わかんない、じゃあじゃあ、ジェリー26、手紙、そう、熱かったコールもすごいと思った、つの前の手紙、おしのような、そしたらハート、え、そうなんですよ、あ、千穂さんとぶつかったんです、私もう本当にもう千穂さんと激突してしまって、私はその瞬間からもう千穂さんのファンの方の顔見れない、見れなくなって、でも千穂さんの生徒さんだからもうほぼほぼ千穂さんのファンの方にファンの方の顔も見れなくて、千穂さんを倒してしまった罪悪感で、だってこう本日の主役ですよ、もう千穂様もう倒してしまって、もう本当にでもう何回ももうめっちゃ謝ったんですよ、したら大丈夫だよみたいな、大丈夫だよって言ってくださって、その後もなんか自分一人でもこけそうになったから、なんか全然くるく、なんか今日の私のコンディションの問題だよみたいな、優しい、広くハート、ちびぞうハート、山さん、白タワー、ありがとう山さん、嬉しい、あ、50回記念かな、公演50回記念タワー、ありがとう山さん、ツアーもたくさん来てくれて、7周年ツアーめっちゃ嬉しいよ、ほんまに見つけてるよ、いつもありがとう、またお礼するね、ありがとう、硬かった千穂さん、いやもうね、もう申し訳ないって思ったね、彼氏工事ハート、誰がハゲやねん口、えいひろハート、僕さしたら気づいてなかったから大丈夫、本当もう本当にね、もう本当にもう千穂さんのファンのすいませんという気持ちで、一杯の水でやっちゃったから、結構中盤後半戦の初回後半戦のもう1曲目だから、もうそうなんですよ、千穂さん、でもそれを機に今仲良くなりたいなということで、まさかず口、手紙がハート、僕か手紙つか口、そう、ちょうじゃん、かしこ花、ピアノの打ち機会仕事で見よかった、あ、そうなの、そっか、でもなんかさ、これさ、くるくるアイドル側からさ進めるのもおかしな話だけどさ、おかしな話かもしれない、
だけど YouTube とかにも載ってるんだけど、まあそれはまあ違法アップロードで言っちゃうとあれなんですけど、でも愛込めて書いたよ、書いたし、トレンド愛、じゃあここで昨日言ったこと言っとこうかな、あの NMB さんとくるくる、あの NMB さん押してる中でくるくるも押してる中で押してくれてて本当に嬉しいよ、 X 見てるよって言ったよ。そしたらレモンスター、かしこハート、おか花、ゆきぽ口、ラフルくじ110連、ダブルチャンス、ダメだった A 賞1個 B 賞、お嬉しい当たってくれて、ウォッカ、花、たむたむ、愛、10年ありがとう、つかハート、かしこハート、ウォッカハート、トレンドン、口、ティッチ、口、クイズ、手紙。シンクロ率高い、いちほさん、嬉しい。ブルースカイ、口。あ、ちょっと使いかめと、オッケー。たかましもし、愛、つかハート、任せて、任せろりです。アルタイラハート、ハマちゃんマン、飲み物、ラベコ口、しばじろうこいち、かわいい、ハマちゃんマンダルマ、クシスキ口、エクソイジ口、今日はお城だったね、見えなかったけどお見送りだって嬉しかった、こちらこそ嬉しかったよ、エクソイジダルマ、ラベコ手紙、ラベチ花、田中さんハート、ミッシングお母さんと見に来ましたね、エクソイジダルマ、もう本当にでも記憶に残る公演でした。モリモリーヤッホ、モリモリー、これはパンダ、パンダハートタワー、ありがとう、嬉しい。最近の公演とかツアーとかもうほぼほぼ全部もうたくさん来てくれて本当に嬉しいよ、いつも見てるよ、ずっとちょっと怖いか今の言い方は嬉しい、ありがとうタワー、しかもにあの 2.5 キロね、応援してくれてみんなでモリモリさんって言ってるよ、ありがとう本当に、お礼します、待っててね、ありがとう、ピンクアツロ結婚してありがとう、やだけど帰ってくね、エクサイジハート、フジポンハート、昨日の話終わりに映画行った、あコール入るさ、お偉い、アキラ口カンスケ口、いい公演でしたね、直射日光を浴びてると生きてる敵がするんだ、髪上げてるよ、あいいね、嬉しい、早野望、あ隼人の野望さんのアランさん、ハート、ありがとう。せいやん、口。足はね、今ずっとね、こうマッサージしてる、あの、手で。安田マート、花束と花、あ今嫌な音がしたけど。モンド、口。ナベッチ、ハート。ステラ、ハート。そう、今日も髪だけほどこうかなと思って。スクショしとく、スクショ。今からほどく、むしろこいち手紙、信長ハート、まさかかわいい全然アイドルらしくないくしゃみ久しぶりにしちゃったんだけど、髪の毛もとても美しい、あ嬉しい、めっちゃ笑うくしゃみ全然王道アイドルじゃないんだけど、どうしたらいい、これ赤緑かわいい、ケイタかわいい、まあでもすっきりするじゃろ、スクショタイム、
インスタのストーリーの相手はアズミンでした。メグリズムって送ったら、え、なんか届く気がする。ダメなのかな、誰か噂してる。あ、もしかしてそこの君あの、なんだっけ、何の話しようと思って。え、そう、プレゼントね、高橋バシバシいいね、ありがとうございます、本当に嬉しいです、受け取ってます、めっちゃ可愛い、ありがとう。あ、すまん、あ、噂話してたんですか、もしかして。いい噂話ですか。してな、ハートチップ、はい、ともハートイズハート、これ OK、 取るね、じゃあ外すね。あ、じゃあ何個ピン、何個か予想して。トマトポ、トマトポ唇、あ、間違えた、トマトポリップ、ありがとう、トマトポ休息時間なんかあるの？足？え？足かも。あ！セーフ。ブルースカイ、花、あ、やばいやばい、15、13、15、16。前回13だった気がする。また覚えて。マスミ大福、手紙。でも私は前回より少ないと思う。前回よりは少ないと思う。あ、多いかも。あ、18歳だから 18?28? え、むくみ取れんの？あ、違う、そっかさ、届かない。あ、88本絶対嘘やん。16本。あ、選抜。11、28、9、10、24。じゃあ、私は、コミタンハート。髪の毛、長時間結んでると頭痛。え、めっちゃなるんよ。ポニーテールとか頭痛になる。頭痛来る。あ、顔近くて。バキッ。バキ抜き。じゃ、クルクルの予想は、どうしようかな。11にしよう。11本。あ、いや、嘘。9本。はい、予想9本。それでは、外していきたいと思います。2本。うわ、形の違うのが出てきた。見える？これ見えた。11？お。9。もう今ので4本。4。これ2本分？おもろい。6。確かに昭和から変わってない。じゃあここからはもう数えずに外していきますね。痛い。最後に一気に。あ、結構ある。うのがたまいる。あ、結構あるかも。こんなに頭に刺さってるんだよ。あ、よく落ちないよね。はい。あ、くる。9696。多いね、これ。え、見て、かわいい、ちょっと。え、ちょっとかわいくないこれ。いた。視聴者プレゼント。あるかもしれない。ないかもしれない。
どこにあるかね、もう予想でしかさ、もう触って確認。あ、どう？どう？はい、スクショタイム、これも。かわいい。確かに前ほどインパクトないね。もう全然かわいい。この髪型いけるぐらい。じゃあ続けていきます。でもまだこんなんよ。あ、録画中、オッケー。来た。そう、見た目くるくるくるだよ。す？これ好きってことね。確かに可愛い。あ、確かにバブ感。子供っぽくなる。いた。あ、多いな、これ。あー、やばい。あー、これ芸術的やん。これやばい。後ろやばい。どう？まだある。尻尾生えてきた。いた。あ、うわ、スクショタイム。やだ、なんかこれ。こんなん出てきたら普通カエル化じゃない？うんうんうん。立体的だね。これ、カメコ盛れる？これで。前衛、アート。もう、これアートの域ね。じゃあ、多分全部撮れたので、数えていきたいと思います。いきます。1本、2本、3本、うわ、3本ですよ、今。4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本。あ、もうこの時点でダメじゃん。11本、12本、13本、14本、15本。さて、止まるか。16本。さて、17本。さて、18本。さて、19。正解は19本でした。19本のピンたちが私の脳みそに刺さっていました。そう、なるほどです。結構多いよね。19でした。19。予想当たった人おった？あ、18本惜しい。キス。じゃあこれも外していきます。押し方が痛い。こっちにしよう。これどうなっている？脳みそ刺さってる。怖い。確かに表現怖いよね。でもほんまにたまになんかやっぱこういうのやるの難しいから頭に突き刺さったりして
なんか、え、今の痛かったよねみたいな。あ、ちょっと痛かったんですね。すいませんみたいな。あ、見て見て。え、これ。すごい。飛行機乗るとき引っかかる？そう。万年齢。ゲーム。口。どう。やば。ちょっとじゃないけど、優しさでちょっと。え、そう、私、痛くても、痛いって言えなくて。だから、あ、痛いけど、大丈夫ですって。痛いけど、大丈夫ですって言ったら、大丈夫じゃないやろって言われる。確かに、素数だ、素数。そう、ヘアピン返さなくていいよ。返しても捨てるだけって言ってた。一回使ったらすぐ錆びちゃうから髪が止まらないんだって。つかハートが取る口ゴンタ口、そう我慢しちゃうタイプ。つかハート私結構もう我慢できるよ。たかバシバシ可愛い。つかハートわ、このさ、この気持ちいい、このトゥルトゥルトゥルか。いやもらおうか。いいよ。飛ばすしょ。めちゃおもろい。こっちも外れた。ほら、形状記憶、形状記憶、形状記憶。髪の毛に引っ越す。私の髪の毛結構乱暴に扱ってる。髪配信をかけて、髪配信と髪配信をかけて、髪配信ちょっと海外っぽいで、最後後ろ、これを使えそう。翼なんちゃらハート、確かにパーマかけたみたい。そしたらハート、ケイちゃんかわいい。後ろやば。え、どう？なんかちょうどな、バンド、なんかバンドしてそうじゃない？やー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 、ちょっと犬っぽい。後ろどうなってる？あ、ここら辺がすごいんじゃん。オッケー、かわちい。巻き髪ポイント良さげ。お、やりたい。今日のソラハさんの髪型はくるくるリクエストだよ。くるりく、何がいいかね、隣の席で相談してやりたいと思いますって言った。あとソラハさんとパセリさんが電話してるのに割り入っちゃった。そう、綺麗にウェブしてる。バッハじゃん、バッハ。それディスディス。バッハッハッハ。バッハって言われた。バッハッハッハ。またしょうもないボケしちゃった。確かに、あいみょんさん。トゥル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 トゥ、マリーゴールド、麦わらの、せいやんかわいい、テイテイくん愛、四季島翼ハート、ケイちゃんクマ、そういうことそういうこと、バッハハ、そういうことそういうこと、つか口まさかわいい、ダジャレもキレッキレですね。棒読み、棒読み。あ、涼しくなった。あ、いや、くるくるは普通に滑ろう、なんか涼しくさせたいと思って、わざとなんかそういう寒いボケしてる。みんなのことを涼しくしてあげたいと思って。なんとかなるぞ、口。ブルースカイ。ハート。テテ君、口。ホームガーデン、ハート。キュコタ、ハート。
音楽室の肖像。ちげだ、大切にしてありがとう。あ、新垣得意そう。待ってか。2005年から丸々年。来島優香。広島県誕生。あ、扇風機いらず助かるじゃろ。そういうことなんですよ。音楽家、くる、く、ルクール。あ、いそう。いそう。あえてクーで切るのかね。毛量、そう、多く見えるよね。これでさ、結んだらどうなるの？え、短くなったんだけど。ね、私こんな短くないよね。やば。2005年生まれだよ。05です、05。え、今日さ、あれ知っとる？ MBTI。今日 MC の話題でも出てきたよね、MBTI。サーヤンさんと MBTI の話になって、くるくるは ISFP なんだけど、サーヤンさんも ISFP って言ってて、くるくるはこの ISFP ってこの 4つの英数字、英語が並んでるのを一生覚えられなくて、最近やっと覚えてサーヤンさんと一緒っていうのを知って嬉しかったんこぶ。48ダジャレ女王決定されたら絶対決勝いける。くるくる以外、もう誰が強いんじゃろう。気になるね。てっくるくん敵。翼なんちゃらハント、山さん口。え、かわいい。嬉しい。確かに、この、なんか、この細かさのウェーブはやったことないかも。なんか、ストレートで毛先こう、ゆるゆるとか、全体ゆるゆるはあるけど、この、トゥクトゥク、なんか、ポニー、なんか、あれ、犬みたいなのやってない。どうなんか、ないし、口、いつかやってみようかな。INFP。え、N はさ、なんか社交的って言うよね。一回目のコメント時はまさかこんなこと思ったじゃろうね。おい、ビッグチーン。うちも ISFP。あ、一緒。おそら冒険家、冒険していこうよ、みたいな。くるくる日常的にダジャレ使ってるから強そう。いや、ほんまに。もうくるくるは、ダジャレ好きとかじゃないからね。日常会話に取り入れてるくらいなので、多分敵なし。赤パジャマハート、高橋橋口。僕も ISFP。え？すごい！一緒？やっぱさ、なんか集まるんかな？集まるのかな？その、同じ。ダジャレというメンバー記憶ないよね？いない？ゆ、ハート。ワンタン、花。髪型スクショして昔のシャミとビフォーアフター。いいよ。このウェーブ感ちょっと癖になる。パンタン、コバン。ウェブかけた。稼ぎました。手紙。いや、ちょっとやばい。元気かよ。ルルルルルルルなんかビバーンとか出れそう。ネオショバソバージュ、え、ネオソバージュっていうのこれ。ソバージュソバージュ。ゆだるまリョフ口。私はとても書いてます。嬉しい。優しい優しい。心がある。めっちゃあるよ。そう、おもろ多い。ロックバンドのベース確かにベースし、いや、え、ね、これ本当にやっぱ髪もさ、傷んでるも何もないよね。クリーピーナッツおもろい。チートキュート。
アロマズボンテ。なお、飲み物。いや、確かに今入ってきた人びっくりしちゃう。初見さん。地紙です、地紙。って言って。プリンスプリンス感、あ、いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。落ち武者確かに怖い。落ち武者。こういうの、え、たまに見るよね。でもさ、こういうさ、髪型のワンちゃんってちょっとさ、なんか、お城みたいな家住んでない?赤瓦そばじゅやばい。セザル。東、口。そう。マテウスさん?あ、ハーマイオニー。確かに。大喜利みたいになってる。ハーマイオニー。ってやったらもう前髪なかったらもうあれね、ほんまに変わるよ髪型で雰囲気。海外で目指しちゃうロックバンド。ゆるふわになっちゃいました。前髪のある新鮮夢やばい。でも嫌われるかもしれん、みんなに。なんかくるくるイメージと違ったって言われたらどうしよう。赤ちゃん?キッズです、キッズ。どう?かわいい?君はロックなんか聞かない。ねえ、わし、ここの眉毛薄くない?と思いながら、ここは濃いのに。少しでも僕に近づいてほしくて。え、美少女感すごいですって。嬉しいんだけど。かっこいい。あ、嬉しい雰囲気。怒られる、と、怒られるかもしれない。何をやっているんだって。小学生です。ちょっとおもろい。ねえ、コメントやばい。おもろいんだけど。あれして慣れちゃう。なんだっけ曲。チートギフテあのチュルルルルルル。雰囲気変わるよ。ゲジゲジ眉毛って言わないで。自覚あるよ。でもさ、これさ、もうさ、私切ってるよこれ、この眉毛切ってて。でもまあこの眉毛のおかげでこまつげもこうしっかり合っていただけて嬉しいんですけど、こうやってわっ、おでこの卵がココアさんと一緒、嬉しい。ココアさんとおそろここでココアさんとおそろ、嬉しい。似合う、キラシキラシ、嬉しい。あ、眉毛つながってないよ。眉毛感覚開いたよ。あ、タイプ本当?前髪あった方がいいよね。さすがにね。生まれつきしっかりしとった。くっ。あ、ちょっとなんかさ、こういうさ、ちょっとなんかファッション雑誌あるよね。ちょっとだけ。はい、戻ってきました。くるくるの前髪。大人くるくるだよ。七七。モデルポーズ。調子に乗っちゃう。
眉毛めっちゃ好きだからそのまま、え嬉しい、ありがとう、嬉しい。いやそうなんですよね、くるくる好きでいてくれた人はくるくるの眉毛が好きって言ってくれた多いから、まあ、このままにしようかなって思いますね。眉毛も愛してみたいな、嬉しい。人間関係得意の方じゃなくて眉毛かわいい、嬉しい。一人きりが一番楽だと思ってた。補足するの条件に大きい仕事が決まるなら迷う。確かに確かに確かに、単純計算。眉毛だけ、あれ逆に眉毛だけ、え、可愛い、嬉しい。なんかこの髪型にしてさ、なんか可愛いってめっちゃ売れるようになったんだけど、逆にこれ可愛く嬉しい。もっくんハート、早見あかりさんみたいに、もっと濃く調べてみよう。早見、あれ出てた、未来くんのやつ、時空のやつ。いや、そう、眉毛細くなったらくるくるじゃなくなっちゃう、くるくる出てなくないってなっちゃう、くるくる違う一面が、それでそういうことで可愛いかもって、嬉しい。眉毛ないね、要望、マネージャーさんから。ない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 、あ、ももいろクローバーの元水色の方、え、わかったわかったわかった、わかる、女優さんになったよね、卒業されて。髪をくるくるした方が似合う。くる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 。くるくるくる。髪アレンジ。うん、楽しい。でも、くるくる、レパートリー少なくて、毎回、え、何にしようってなる。次は何にしようかな。巡る未来です。え？じゃろ？めぐる未来で撮ってやろう。めぐる未来面白かったよ。ホテルアイドルさん、おしち手紙口。いや、言っちゃおっかな。言っちゃおっかな。いや、でも結構わかるっていう人多いよ、絶対。だって見るもん。かわいいってツイート見るよ。ジャロがかわいい。ジャロ？ジャロジャロ？トンちゃん手紙。川村ゆいちゃんか。かわいい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 。わし、年下を、年下のアイドルを好きになること本当にないんですよ。本当に今までなくて。てか、あ、顔好きかもって思っても、同い年か年下だったら避けてたんですよ。ずっと。一個上とかでも避ける。くらい。推しメンにするにはね。でも、耐えられない。かわいい。あ、くるくるかわいい。嬉しい。嬉しい。あ、くるくるいつの歌だったか、かわいい。ありがとう。そう。なんかね、接し方がわからんくなるんよ。年下のアイドルとか言ったらさ、みんなさ、くるくる年上じゃんけんさ。あれなんじゃけどさ、なんか年下と喋ろうと思ったら、その、まあ、くるくる、まあ、お話し会とか行く前提だから、推しメン喋れなくて、でも可愛すぎて、
ギゼル、アイドル、みんな年下に、え、わかる、わかる。五臓六腑、六腑聞いたことあるよ。かわいい、ほんとに。でもさ、くるくるさ、05若いとか思ってたら、10とか、え、これ、10、え、これさ、ジェネギャで、ジェネレーションギャップ ?05 世代とか言わない？使う？みんな。じゃけ、わしは2005年生まれじゃけ、2005で05とか、10は2010年生まれじゃけ10。05ですみたいな言い方するんじゃけど、あずみんはその言い方知らんくて、何そんな言い方しないんだけどってすげえ、もうあずみんの世代からジェネギャってあずみんをめっちゃいじって、あずみんは何歳？21か。21じゃけ、くるくるの3個上ってことは02かな、02 03、あ、03か、2003年生まれかな。03使ったことない、03とかめっちゃ使ってた。 LINE は00くらいから出てきた。あ、そうなんだ。96の私が取ります。え、いい、くるくる結構好きなんだ。え、くるくるの96ってことやん。くる、運命じゃないこれ。05、2005。81ライン、え、いいじゃん。8は永遠のあれじゃん、横にしたら永遠の これ何、永遠のこれで、1はナンバーワンの1。くるくる数字に意味を全部つける癖があるから。人生手紙、10兄弟とくるくるがため、10兄弟ってさ、どこ。10兄弟は弟のみたいな、え、むずい、弟の息子みたいな感じ。10兄弟。そう。ポジティブに変えていく。神。で、5とかだったら、5の倍数じゃきいいじゃん。きれい数字やん。とか言って。結構、強引。え？ 10 兄弟って言わないのこれ。あいつ。え？めっちゃやばい。私結構ちょっと一般常識大丈夫そう。一般常識やばいかもしれん。びっくりした。あ、コロが怒ってる。いとこのことをさ、え、いとこって読むの？10兄弟って言ってたんだけど今まで。生きてきちゃうよ。え、ああ、アラフォーとかアラフィフとか、なるほどね。いとこは分かった、いとこは分かるよ、意味はね。いとこって読むの？宗教の CV ってもの学んでいこう、学んでいこう。いや、あれなんよ、え、言い訳させて。じゃ、言い訳で言うと、くるくるは、くるくるにはいとこがいないんですよ。だからいとこがいないから、だからだ、そういうことか。くるくるいとこいないから、そういうことだ。なるほどね。仕方ない、仕方なかったわこれ。93ラインポジティブ、オッケー。93はこれ割り切れないよね、これ割り切れない。93って
キュウリュウさん割り切れないね。ってことはあれなんですよね、縁も切れないってこと。あ、3で困っちゃう。3で割り切れるね、これ93。3で割り切れるってことは、9だけ切り取っても3の倍数、3で切り取っても3の倍数、これめっちゃいい数字やん。いい数字。10兄弟初めて聞いた。え？私、え？ずっと10兄弟って言ってたよ。あそこいない。知らない？宇宙兄弟、確かに。そうそう。そうそうそう。これから10兄弟読みさ、広めていこうよ。気にすることないと思います。そんなとこ可愛いと思います。優しいじゃけん。優しい。おなまず手紙。あ、お箱はわかるよ、お箱。いとこいない。仕方ないよね。あ、元気出た。よかった。よかったよ。JK の時、ここで人間を人間、あ、それは結構。おかしい。10兄弟ってさ、みたいな。あと、くるくるの読み方。え、難読漢字読ませたい。読みたい。読めるよ。自信あるよ。え、これ読めるよ。月決めじゃろ？月決め。月決め。ん？月決め。じゃろ？わかるよ。結局じゃない。月決め。なんか、近々ってキンキンとも読む？近々、キンキン？毎日勉強。あ、雰囲気はね、雰囲気って言うよね。でもさ、雰囲気って言っちゃうよね、もう。これ何これ？なんとか森。ぶどうみたいな感じじゃない？これ。ぶどう似てる。ぶどう森じゃない？ぶどう森。どう？これ読める？スズムシっぽい。スズムシっぽい。虫に、青みたいな感じに。鈴っぽい感じ。スズムシ。月決め読めるよ。すごい。逆に？確かに。逆にやばいよね。中くらい。いとこ。最近夢なのは、あ、これ、重複。合ってる？重複。重複？重複？ 4 月1日。4月1日。合ってる？ 4 月1日。なにこれ？タクル？タクル、この。タクっていう感じに、毛に苦しまのる。木っぽい。重複。近々。キンキンって言ってた私、ずっと。巻き水。ツツジモリ？むず！ツツジモリ。10兄弟を広めて常識にしよう。そう！常識にしよう。くるくる中心の世界。あ、人気のない公園は人気ない公園。それさ、もう海外の方とか難しいよね。許して嫁。これは多分浮気した旦那って読む。浮気した旦那許して嫁。心太い。え、これわかる気がする。新太。カナルリ、口。黒子はほくろ。あ、トンボって読むのか、スズムシ。じゃ、虫は合ってたんだ。あ、シワスはわかる。大体はわかる。大体。すがすがしい。え？すがすがしいだよね、これ。あの、清らかに。あ、重複あったり、やった。え、4月1日じゃなくて、わたるきって読むの？おもろい、4月1日とか、はず、なんか。百目鬼？わかんない。もろくず、諸葛。あ、月に、あ、海に月はわかる。クラゲ？ドラマあったよね。クラゲはわかる。ドラマスペックより。111。これなんて読むっけ？これわかるよ。音町？なんだっけ？許して読め。許してよ。あー、ところてん！ところてんね。
ワッキーストどんな。いいじゃろ。くるくる非常に良かったです。パワーが良かった。え、嬉しいです。ありがとう。スクショしたいぐらい嬉しい。嬉しい、嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。また見に来てね。夢になること許す。なんかわかる気がする。鳥、魚鳥、魚虎、魚。あ、8日は8日、20日は20日。あ、おかち町、おかち町ってどこだっけ、大阪？おかち町好きだった。綿抜き。へえ。衣替えで綿入れから綿を抜くことから。月見里。月見里ってなんかあれっぽいですね。月見バーガーとか想像しちゃったりとか、里で、お相撲さん。あ、これわかる。小鳥に遊ぶ。わかるよ。なんかアイドルさんでいるよね、名前。いる、わかる、わかる、わかる。小鳥に遊ぶ。わかるんよ。アイドルさんでいるもん。いるもん。デフ。あい、高橋橋、あい。16夜。あ、クラゲ合ってた。星、あ、星は人でか。確かに、これは連想したら分かった、絶対。後付けで。二のアイテムの1で。大園桃子さんの指示。うわ、かんない。それし。あ、東京か。え、ノエミのか、この方。あ、高梨だ。高梨。うわー。悔しい。川。ね、リネさんも勉強してる。あ、月見里は山梨って読むの？山がないから月が見える。え、ま、ほぼ当て字みたいな感じ？すごい。あ、小鳥が滑り頃鷹がいない。高梨。誰が作ってんの？そんな、日本語すごい。え、魚にトラって書いてハリセンボンって読むの？もうさ、ちょっと無理あるよね、これ。ちょっと無理あるよね、なんかさ。ちょっと無理してるよね、みんな。我、愛、ニーハオ。勉強になるね。多分使わないけどね、多分。月読み、月読、月読、ラメン。そう、苦しめがくるくるって。あ、いいなずけ、わかる、いいなずけ、聞いたことあるわ。そう、今日からそう、許して読めって読もう。あ、海豚、わかる気がする。わ、これわかるよ、5月の縄みたいな感じ。うるさい。うるさい。あ、三好とか、初開地。確かに、でも住んでたらわかるね。当てるって無理やりだよね。コメント流れ早いね。ちょっと嬉しい。わ、夜に神、神奈月みたいな。八神月みたいな。え、ラーメンって読むのこれ。ラーメン。あ、KL。KR、KR。くるくるですね、これ。くるくる。KWSK、詳しくですね。あ、ウォーアイニーだ、ウォーアイニー。あ、シノノメわかるよ、シノノメ。東に行くも、シノノメ。ウォーアイニーか、ウォーアイニー。愛してるよー。あ、好きだよーって意味か。あ、これ、いや。本気と書いて、マジ。マジ。ヤガミライトはキャラ名、あ、そういうこと？キャラ名だったのか、これ。ヤガミライト、え、わかんないね、もうこれ。I love you. I love you. I love you. くるくる。来島海峡。beautiful. Thank you. お腹鳴ってるわ、やばい。強敵。友って読むの？あ、敵と書いて友達みたいなね。
工具師、大熊猫、春夏冬、春夏秋なくなっちゃった、春夏冬、春夏冬、デスノート、あ、舞浜はわかるね、舞浜、ブロッコリー漢字とかあんの、ドラマ映画出てくる、なんだかんじゃ、そう、読める、本気と書いてマジだよ本気と書いてマジ、え、春夏冬って書いて秋なしもうさ、秋がないから秋なしって、そういうこと、おもろい、なんか、あ、刑事デカ、確かに、あ、老少期、老少期はわかる、歌詞に出てくるけん、 ST48 のゆる、許して言うか、今度は確かに許してくる、許さないかもしれない、レモンはわかるよ、青いレモン水道の水で、じゃあ2レみんな書ける、何も見ずに漢字書けちゃう、書ける、でも本当に最近は自分の手で書かない、スマホで打ち込むことが多くなったから、漢字も本当にもうダメダメ、ライライ剣、くるくる剣、くる剣、くく剣、コスモス、わかるよ、山口百恵さんのコスモス、あ、旅人山、書けない、あれ見えで書けない、あれ、謎謎みたいになってる、関係ないが、グループフレーズのチューハイ美味しい、ほら急に七音、今しか、キラキラネームです、友達の子供の名前、え、なんて読むの、ななみ、ななみかな、ななみ、ななに音、今の鹿は、鹿って他なんて読む、か、このか、こんか、このかとか、わ、これ、秋春、ありますよね、ミセスグリーンアップルさんの曲で、あ、ガシンショータン、わかるよ、ガシンショータン、そう、 iPhone で書くから忘れちゃう、手紙書くと手が疲れるね、あ、わかる、でもくるくる書くの好きで、お話し会とかの宣伝もあれ書くんだけど、結構書くの好きなよね、でも手が疲れてるの、手紙書いとったよね、あ、モロクズのクズ難しいよね、難しい、わかる、確か金木星読めるね、苦しまよくなら何も見なくても書ける気がする気がする、ダメダメ、書いて書いて書いて、苦しまよいけるよ、え、いけない、いけるよ、いけるよ、だって久しぶりの久はいけるでしょ、まずで、留守番のるいけるじゃろ、島もいけるじゃろ、だって広島って書くときいける、優しいって書く、いける、果物の管、いける、サバはサーバーとも読む、サバ落ちってそういうこと、やっぱ、あ、バラね、読めるけど書けない、貴族、貴家さん、なんて読む、高、高とも読むね、高家さん、五郎丸さん、葛飾、葛飾区、許して読む、天才、いや、住居だよ、まあ、もうさ、もうあれない、ガチミスなんや、ガチミス、あ、トロブさん書けるよ、立ち位置表とかね、めっちゃ見るから、ドレミちゃん、え、ナウシカ、ドレミちゃんの、ナウシカ、クルクルはク、ク、カの字を、ユーカの彼女、クだって読むよ、私、果物の管って読む。サンマ。妙高茶かけるね。小籠包。かけるよ。しかも読めてもかけないよね。くるくるかけるのは一般常識やから。決心。決心。屈心。決心。うわぁ。これ読め。テスト出たところにいいみたいな感じのやつやろ、
ところいい。なんだっけ悔しい、めっちゃ悔しい。いいから始まったよね。あ、アクメってものこの、くし、ケツ、伸び。あ、さやしさんは読める、さやし。めこちゃんお疲れー。これ読めない、これ。なにこれ。もう、使ったことのない漢字もいっぱいある。さすがさんって読むの、これ。さすがですよ。メンバーの名前漢字書ける？多分。あ、これもう覚えた。高梨。あ、指名疎開いける。指名疎開。あ、いわゆる、あっとった。いから始まる。いわゆる。こう。今北産業。いおきさん、いわき、いおきまおさん。スメラギ。うわ、なんか、スメラギ。ちょっとミステリー小説に出てきそうですね。確か。いや。強かは、これは、確か。やばあくび。確か。超万部？石上井公園。下坂。あ、下坂って読むのこれ。感じ強くなったね、これで、みんなで。背景で始めたら結びの言葉は敬具。背景、この手紙。咲く。しばらくはどない？しばらく。おしゃまんべ。読めない。おごそか。正源寺お子さん。異念点は読めるよ。異念点。あ、違う。超念点か、これ。超念点。池田テレサ好き。メール取ってる。池田テレサ。ゆばあば。もくはた。しばらくじゃない、これ、ようやくって読むの。これ、うやむや。しばらく。めっちゃ格好つけて言ってるの、なんかダサいやん、くるくる。関係受験日、6月16日。え？受けたい。足袋？絶対読める、足袋は。読めない。目取ってる。かしがみさき、くちー。あ、湯たんぽって読むのかな、湯ばあばじゃないの。全然湯ばあばだと思った。旅だ。これ見てないよ。答え見てない。ほんまにわかった。足袋、手袋。普通ならそう読むよね。かわいよ。やったー。前略？前略。前略、前略、前略。あいつくしま神社読めるね。DD 読めます、DD。新発田？新発田。八面、肋骨。安泰。魚辺だから魚だよね。鮎。違う、全然違う。進歩。全略。夢。天の橋立て。これはわかる。ピオニーの時にめっちゃ教えられましたね。暗記しました。天の橋立て。ちゃんとこれ、あるんで。やばい。天城公園。あん、ちょうちんあんこ。ちょうちんあんこって読むのこれ。
んこうか。あ、わかっ、あんこ、まいやく、こつ。ちぱん、ちぱん、ちぱんくん。知らねえ。くさぐさ。感じるがすぐ出てくるくる。絆創膏。紐いく。八面六臂。難しい。鬼瓦。カブガニ、カブトガニ、カブトガニ。クサクサ。むず、漢字、え？どういうこと？日本語ってやばいじゃん。英語よりやばい気がしてきたんだけど。難しいんだけど。金山町。絨毯。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。うんうんうん、くさくさ。魔法はつ。あ、沼。それはくるくる沼にはまっちゃったってことですか？元野球選手。河原。一筆形状。あくび読める、あくび。読めるとか言って。一回学んだらもう。あ、やばい。確か予想キューピーのままじゃ。やばいやばいやばい。忘れなぐさ。忘れなぐさ。あ、これ、いぶきいぶきいぶき。え？違う？三年 A 組のさ、菅田将暉さんが演じてた先生、いぶき。ドラマとかで覚えてるわ。つれづれ草。さすが、さすが。薬剣堀。薬剣堀。シュートミ、シュートミ徳。カエデ。新伊兵。西尾。西条。総海。あ、苦しま好き。苦しま推し。ヒイラギだ、ヒイラギ。ヒイラギね。あ、ヒイラギ、イブキだ。ヒイラギ、イブキだ。ヒイラギ先生で、ヒイラギ、イブキ。イブキの方覚えちゃってたわ。ヒイラギだった。ヒイラギ、ヒイラギ。雪眼。あ。ヒガンバナじゃなかったわ。山下風さん。イチジク。鉄人。新居浜か。シュートメ。果物時計、草、竜炭、あ、月足、天音さん、木の、貫雪、貫雪、貫雪、さん、ペアになったよ。ぶどう牙、加納栄子さん。ね、たまに来るさ、なんかさ、芸能人だとおもろいんだけど、加納栄子さん。青天の霹靂さん。あ、間違えた。さんときだった。青天の霹靂。号泣、号泣き。毛織、非除去。ポルトガルってもの？ブドウに？感じ。やっぱ。天草四郎さん。アメリカ。中原な。黒川紀人。蘇我のイルカ。玉木久。玉木久志。衆。織田武道、武道。ドミオディツカさん。裁判騎馬。長宗壁、長宗壁。栗林公園。え、栗林公園。赤ナス。小野の妹子。上別府。
トウモロコシ。パパ、これくるくるは予想しました。これはみんな絶対、実は知らない、今絶対調べています。 Google で、 Google で難しい漢字って調べて絶対送ってきてる。知ってますか皆さん、本当に知ってて出してる。おもろい。東京特許許可局、知ってて出したらすごい、ほんまに。あ、久能整。久能整。私、ドラマ強い。久能整は、あれだよね。ミステリーという流れ。それではそろそろスクショタイムしよっかな。お腹空いてきちゃった。キリン、キリンです。苦しま言うか。なのかの面白い。家は家、家じゃなくて家、家、家、家。あ、フォローありがとう。十兄弟からここまで、いやほんまよ。もうくるくるの十兄弟から始まって。千穂さん、クエスチョン、うどんで決まり。にゃん、もうくるくる配送、くるくる配してきたら賢くなれちゃう。面白いプラス賢くなれてお得、一石二鳥。あくびの漢字覚えた、もう。それでは壇上読む前に告知タイムないか。あ、さやかりんさんの生誕祭チャーミングトリップに出演させていただきます。まだどれ届いてないね。まあ、くるくるは漢字得意なので。ぜひ、お待ちしております。それでは。だけでね。壇上読みたいと思います。13位、押し寿司、ありがとう。12位、ウォッカ、ありがとう。お申し込んだ、ありがとう。11位、ステラ、ありがとう。10位、たくまバシバシ、ありがとう。え、関係受けようかな。頑張ってもう受ける感じになってる。受けたい。9位、オノピ、ありがとう。8位、キュエル、ありがとう。7位、ワンタン、ありがとう。お、通り付けで頑張らせ、あったら、ありがとう。6位、タムタム、ありがとう。5位、アオ、ありがとう。4位、トマトポ、ありがとう。3位、ケイちゃん、ありがとう。2位、モリモリ、ありがとう。タワーも、ありがとう、モリモリ。そして1位は、ドゥルルルルルル、パーン。ヤマさん、ありがとう。ありがとう、もろこし。ありがとう、山さん。苦島城タワーも、ありがとう。やばい、お腹が空いて手が震えちゃう。ありがとう、山さん。そして皆さん、今日は見てくださってありがとうございます。千穂さんと、あかりんさんの生誕祭も、ありがとうございました。超絶楽しかったです。それでは、明日から月曜日じゃけど、一緒に頑張ろうね。おやすみ。おやすみんと。